二メートル沖合に位置する離島であり、漁港がある、音漂岬からは、直線距離にして約1キロメートル離れている。透明の、ゴメは日本語の北海道方言でカモメを意味し、ウミネコやオオセグロカモメの繁殖地であることから、町指定文化財の天然記念物となっている。また音漂ゴメ島遺跡が存在する。周囲約1キロメートルの島であり、朝日新聞の記事では、 学校の体育館ほどの広さと表現されている。島の上面は8メートルほどの高さであり、比較的平坦な地形となっている。島の沿岸の内北西から北東にかけては、浸食によって複雑に湾入しているため、上空から見ると、いい字型になっている。一方南西側の沿岸は切り立った崖になっている。環境脆弱性指標図では、島の沿岸の内、 北西側を開放性海域の崖、急斜面とし、それ以外を平坦な位に分類している。全域が安山岩で形成された島であり、北東側沿岸では、中上雪理が多く見られる。江戸時代に江戸地を探査した松浦武四郎の著書、最高江戸日誌では、島に小さな草が生えているとしている。しかし2007年に行われた調査では、 数年前まで島に繁茂していたイタドリなどの植物は、ほとんどが枯死して土壌がむき出しの状態になっていることが判明しており、海鳥繁殖数の増加が原因と考えられている。その後の2018年9月に、音平岬を訪れた、幻島図鑑の著者、清水博士は、米島について、住んだ、オホーツクの海にポコッと浮かぶ。 寒木の緑が生える美しい島であるとしている。島内にはかつて水場が存在していたという。また、海難事故が続いた、西、島の北側にある、深い入り江に、龍神様を沈めたという言い伝えもある。島の平坦面の中央付近に、原表に神百334と刻まれた石星の、標識が残されており、 かつて二芯領の定置網を用いる際に利用されていたものと推測されている。前述した松浦の著書、西江戸日誌では、カモメが多くいる島とされている。太平洋戦争中から終戦直後にかけては、肥料として用いられる鳥粉の大規模な採取が行われており、専用の産橋が設けられた時期もあったという。 1971年3月30日には、海鳥の繁殖地として、江差市町の天然記念物に指定された。天明8年の、西江戸地分館では、落ちしべと、いた江差市の間に、落ちしべも尻り穂として、島が描かれている。完成9年成立の江戸巡覧筆記では、トンナエウシの、山頂計り置きに、平岩島があるとの記述が見え、同10年の、 自高島いたりシャリ沿岸23図では、トンナユシの沖にある、平岩島の名称を、も知りほとしている。文化13年成立の、まさき戸地島図では、オチシヘの沖に島を記しており、文政4年成立の、大日本宴会予知前図では、オチシベ島として描かれている。また、天保2年に、 今井89郎の調査によって作成された、江戸東西地理数書入地図では、落ちしへもしりが描かれている。しかしのちに、今井が作成した、北海道測量原図では、知恵七氏という異なる名称で記載されている。硬貨3年に、松浦武四郎が表した、最高エゾ日誌では、知恵きちという名称で記されており、 周りは五ないしは六丁ほどで小さな草が生えているとする。また海岸にはアワビやナマコが多くおり、とんないシのアイヌはそれらを採集して干物にするとある。そして昔は島に人家が存在したとの言い伝えがあるとしている。安政三年の調査をまとめた巡グル日記では、都内の沖に小島があり、 周りは二丁ないしは三丁ほどで樹木はないとしている。しかし、安政五年の手控えでは、島の名称を落ちしべえそとしている。また、とんなゆしという地名について、昔この前の島より、ここまで弓を騙しこというという語源説を記録している。松浦の他の著作では、安政六年に観光された、東西江戸山川ちりとり調べずにおいて、 知恵式史という名称で島が描かれており、また著書、西江戸日誌では、トンナイウシモシリについて言及しており、州十二町の島で、カモメが多く、州巡る海岸石のみであるとしている。そして、東西江戸場所境町所では、宗谷場所と門別場所の境目はかつて、トンナイウシの島を向こうに見るところにあったとする。 嘉永七年の村垣則政による、江戸地巡視の際、同行した、尾張や、番頭中蔵の日記である、江戸機構では、トンガ、伊予の、六十七町を置にに、州巡る三町との岩があるとしている。安政四年に、堀利博と江戸地を調査した玉虫左太夫の著書、入北記では、幌内から一里半ほど離れた場所に、小島があり、 海岸からは十丁ほど離れているとする。第二次幕僚期の記述が見える、宗谷領古地図では、おつしへも尻として、島が描かれている。松本重郎が表した、明治4年の調査記録である、北見集計検史では、おちしべも尻は、周囲二丁くらいの小島であると記している。同5年の佐藤松勝による、調査記録、北遊日記では、 都以内の海中に巨岩が見えるとの記述がある。佐藤正勝文書の北見国宗屋郡より、シャ郡軍まで絵図では、カビウモシリとして、島が記されているほか、同文書の宗屋郡酒屋座、ヤムワッカルより、門別郡酒屋座トンナイウシまでの図においても、カヒウモシリが見え、州巡る五町ほど陸より十一町を気にやりとしている。カピウは、アイヌ語でカモメを意味する。 1874年に現地を調査したライマンは、海浜より4半マイル余り離れたところに、脳灰色の小島があるとしている。北海道庁水産課による、北見国へ差し軍レブン紫西んだて網場実測図、では、トンナイス島として記録されており、一名ゴミ島とある。1890年に、北海道を訪れたエースランドは、 ポロ内から数マイル離れたところに、岬があり、1マイルの距離にチャスキンという、小さな島があるとしている。1891年観光の、北海道江戸ゴ地名海では、モシリとして見え、海中にあることで、オーランが多いとしている。1893年製半の修正図では、モセリ島とある。1896年発行の、北海道地形図では、 本も知りとして記載されている。1898年観光の日本水路市では、もひり島について、幌内の北西三里、内市四里のところに存在し、海岸からは約1里の距離に位置するとしている。1909年観光の大日本知名寺所属編では、問いの会場に、岩所ありエタンネット先に対すとの記述が見える。 1930年発行の海図では、小島と表記されているが、英字表記は、ポンノシリとなっている。1945年製版の地図では、ゴミ島と表記されている。現在は、弁天島や海馬島などとともに、日本の排他的経済水域の外縁を決める島の一つとなっている。音ゴミ島遺跡では2007年に敷屈調査が行われ、 2008年に埋蔵文化財放送地として登記された。俗城門時代らおホー文化記にかけての遺跡である。お法付ミュージアムエサ市の館長高畑構想は調査の際、足元にお法付人が使った土器片がゴロゴロあって驚嘆したと述べている。遺構としては、俗城門時代のものと見られる焦土と柱穴が検出されており、 オホーツク文化機の縦穴式住居跡の壁の可能性がある落ち込みも確認されている。また異物としては、メクマ式や北大式に相当する俗上門土器も出土しているが、オホーツク文化機中期後半の沈仙文系土器群、及び後期の長風浮文系土器群が大部分を占めている。出土した石器の大部分もオホーツク文化機のものと見られるが、 一部は俗城門時代のものとされる。調査では、国洋石の原石や石水も収集されていることから、オホーツク人の狩猟、漁労拠点として利用されていたと推定され、また道東へと進出する、オホーツク人の重要な拠点であったとも考えられている。なお、周辺地域では、音漂岬の基部断球上に、音漂岬遺跡が存在しており、国分期から、 沈潜分岐のオホーツク式時が確認されている。ありがとうございます。